さあ始まりました。本日もトーさんがお送りするスルンダイズトゥーナイテンドラゴワースルーやっていきたいと思います。はい、ということで昨日からですね始めました。この新しく挑戦しているモッド、どういう世界観か未だにまでちょっと分かってないところあるんですけども、どうやらゾンビはいきなり光ってとんでもなくでかいやつとかいろいろ出てると、縮尺がいろいろあるのかというのと、あと新しいゾンビですね、ちっちゃいおじさんゾンビとかいろいろ出てきてちょっと楽しいんですけど、全体的にですねこの UI がもう見た目全部違うんですよね。アイテムとかもちょいちょい違うのがいっぱいあったりとか、細かくクラフトも用意されてるみたいです。で、一応前回はですねこの不気味な古い教会アルファ21に向かい物資を回収してきたというクエストは完了しているところなんですけど、お金がないね。でずっとこの三角マークがついたままなんですよね。ミニハチェットを作ってくれと。でこれレクトから受けるクエスト以外にもですね、ここら辺にこのクラスクエストみたいのがいっぱいあるんですよね。アーマー、習熟クエスト、エンジニア、ガンマ。これってとりあえずこれをやると経験値がもらえるっていうことでいいのかな。キコリハットをクラフトする、キコリショーをクラフトする、キコリグローブ、キコリブーツ。あ、でも服作んないといけないんだこの辺。あー、それはそれで、いや違う、思い出した。何はともあれですね、私は解体レンチを作らないと作業台も作れないから、そこなんだ。一番今やるべきことは解体レンチを作るところ、上級サバイバル。あ、この辺は取れてますね。よし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 、じゃあチャレンジ系もチェックしつつ解体アイテムを預けて、いや回収クエストも進めたいんですけど、一応クエストはね無制限にしてあるから、1日の、使用回数、クエスト受ける回数ですね、大丈夫なんですけど、で前回分かったのはとりあえずゾンビはめちゃくちゃ痛いっていう違う、今一つ分かったことは、それはもうはっきりしてる。ワンパンがとんでもなく痛いっていうのと、あとは私応急キット手に入れてますね。応急キット体力180回復できて、で弾も手に入れてるんですけど本体がないからとりあえず今のところ使うことができなくて、お金が100円しか持ってない。飲み物食べ物系はとりあえずスタミナも OK ですね。とんじゃまずですね、ちょっとクエストも受けたいの山々なんですけど、まず解体レンチを私は手に入れたいので、ちょっと軽く車とかを探索して機械部品とかそこら辺ですね、ダクトテープとかも回収していかないといけないので、ちょっとフリー散策しますか。一番近い町はここで、とりあえず足の速さが尋常じゃなく速いから、それを使ってショットガンメッシャーはさすがにきついかな。入り口だけちょいあさりしていいですか。さすがにちょっとこれで危ないから、入り口だけちょいあさりできませんでしたっけ。このショットガンメッシャー、あーダメな、ショットガンメッシャーか、ちょっとでかい方のショットガンメッシャーですね。ってことはこれはしっかり入らないとダメだから、入り口だけサクッと漁れるメッシャーだったらいけたんですけど、ちょっとそれ無理だな。他の建物を探してみますか。この辺とかどう具合。あー、ジャンキン、この辺車のね機械部品とか、あーやっぱいるよね。これショットガン撃つとやれるけど、あー弾使いすぎるな、やっぱりな。硬いな、ハイズリ硬いですね。でちょっと漁れるものをなるべく奥に入らずに、手前で漁れるものをしっかり漁って、お品質6の改造パーツ、何か見たことないアイテムを手に入りつつ、あでそう、こういうところ、こういうね、なんか通常のバニラでは漁れないところも漁れますね。ありがとうございます。キャンディー系かな、スカルクラッシャーとピーナッツバター&ゼリー。おー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 おおお、教会の服と、あとはスキルボン、こういうところが漁れるんだ。これもね、有識者さんから教えてもらったんですけど、こう結構バニラじゃ漁れないようなところが漁れたりしますよみたいな。ぐる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 、一回下がろうか、ぐるぐる行って、ちょっと危ない。とりあえず今接敵を避けて、とりあえず取れるアイテム、いや一つ分かってるのが、ある程度距離を保てばタゲが切れるっていうのは分かってるので、この辺で本とかも漁りながら、ちょっとフリー探索だな。はい、いいですね。あんまり大きな建物に行かずに、こういう、なんていうのか、こう、袋小路金丸になったらまずいと思うんですよ、今回は。だからちょっと考えながらですよ、なるべく袋小路にいるよね。いないんか、横か。弱いやつだったらいいんだけど、いや、これ、なんか発砲音聞こえるな。バイカーやっつけといて、ちょ、いや後ろか、お前か、こいつはまずい、こいつまずいやつだな。全然ひるまない、ちょっとリロードして、ちょっと逃げ道用意しとこ、逃げ道用意しとこ。ハンドガン持ってるじゃんこいつ、撃ってくれ、やばい、これはまずいか、なんとかなる。おぶね、
怖ーちょっと HP42 一旦蜂蜜包帯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 で回復して、いやちょっと待ってよこのゾンビなんかスレッジハンマー持ってるね、このこいつスレッジハンマー持ってるぞ。ちょっと近づいたらダメ、近づいたらダメ、近づいたらダメ、一回離れる、一回離れて、ショットガンの弾がもうなくなる、めちゃ硬い、何これちょっと全然減らねえし、近づきたいんだよ、近づきたいんだけど、近づいたらなんかあかん気がするやん。ヘッドショット、今のうちにヘッドショット、やばっ、買った、そうです、スレッジハンマー旅行者、名前読んでるだけで、あ、ちょっと危ない危ない危ない、走って走って走って、え、ワンパが怖い、ワンパが怖い、ワンパが怖い、いけるか、押し切れるか、ちょっと一回ショットガンの弾をガッチリ使って倒したい。ああつろー、もうショットガンの弾なくなっちゃうじゃん、危ないわ。で、しかもあの人スレッジハンマーくれるわけじゃないんだね。で、なんか頑張って倒したら、あのスレッジハンマーとかなんかいいアイテム落とすかなと思ったんですけど、そうは問屋が下ろさないって感じで、とりあえず一旦アイテムを回収して、きついっすね、もう弾一気に使っちゃった、やば、とりあえずあさりだけあさりましょう。これ弾結構ショットガンの弾いっぱいあって余裕あるかなと思ったんですけど、これやったなこれ私やらかしてるんじゃないですか、かなりきついんじゃない、今もう弾なくなっちゃったんじゃないか説出てるんですけど、これ大丈夫、大丈夫じゃないですよね、全然大丈夫はなくないですか、これやばくないです、ほら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 、いるけど回収して消える、ちょっと呼んで、あまりもう接敵しないように、ちょっと待って、本読んで本読んで、ちょっと重たいから今こうしといてだよ、こうしといてだよとか言っててこれも解体しといてだよ、で注射は打ち、これ飛び出させて、いや走るか、ちょっと中のねアイテムがまだちょっとあったんで、そこ漁りたいなと思ったんですけど、これちょっとワンパンチ名称だから今ちょっと慎重に動こう、一旦これ戻ろう、はい戻ってきましたと。でも結構アイテムを集めれたんじゃないのか説が出てますから、これを一旦預けまして、売れるものをここで売っていって、少しでもお金を稼いで買えるものを買っていかないとダメですよね。販売価格も合わせて、これバルク売ったらお金まとまってお金になるけど、これちょっと売ったらさすがにまずいですよね。売れそうなものと、あ、ロックピックは持っといた方がいいな、売れそうなもの売れなさそうなものをちょっと選別して、売れるものは売りましょう。違うわ、まず最初に私キャンプファイヤー作ってなかったんですね。キャンプファイヤーはまず最初のスタートとして必要なので、その前に木の建築ブロックも作っといてですよ、木の建築ブロック作っといて、ここにまた豆腐拠点作るじゃないですか、豆腐拠点作って、これで焼けるものをどんどん焼いていかないとまずまずいんですよね。あー、水を作るためには調理鍋が必要で、調理鍋を作るか買う、いやマジか、そこからか、ちょっと一回オフにして、あーすいません、私あの調理鍋の存在忘れてましたわ、そうや調理鍋が必要なんだ、だから調理鍋を手に入れるためには調理鍋買いたいですよね。ひもじいマジでひもじいな、この生活なんか売れるものないな、売れそうなものもないから、どうする、火薬とか最初なんてもいらない、おサンイルボトルもいるもんね、どうする、あ、レコングとか売ろう鎮痛剤とか売れそうなものは売っといて、ちょっと一回見に行こう、調理鍋が売ってるかどうか、レクトのところに調理鍋が売っててほしい、お願いしますお願いします、マジでこれ調理鍋ないともうしょっぱなから積むんじゃないか説、はい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 、持ち物を見せてもらえますか、調理鍋を売っていて、通常の水が破格の金額120円で売ってる、違う、そこじゃないんだ、調理鍋が欲しい、レンチが1470円で売ってるんですよ、これが欲しい今一番、調理鍋600円だけ、ちょっと待って、これレコグいくらで売れる、レコグ売って、鎮痛剤もこの際売ってしまって、うん、ビタミン剤もこの際売ってしまいましょう、372円、うーん、ラジエーターどう、452円、うん、この辺売れない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 、あー、ピーナッツ&バターゼリー違う、うん、伝説のパーツこれ売れねえね、スクラップポリマー52円、あー、もうセリ花は変えられぬ、売ろう、この辺を全部売って、アンデッドダメージ耐性これは来たいよね、売るっていうより来たい、とりあえず売れるものは全部売っていって、雪玉売れない、雪玉買ってよ、釘、石炭、うん、売って、今お金が683円、いやー調理鍋買えるありがとうレクト身ぐるみ売って600円の破格の値段で私は調理鍋を買いました、これで、調理鍋をセットして水が、いやーやったー
私はこれが欲しかったの、この調理鍋がね。マジか、もうこれなかなかやぞこれ。で調理鍋がこれでできましたから、全部調理鍋作っときましょう。で水がようやくこれでできました。うまいぜ、水がご臓六腑に染み渡る。で水も一応ちゃんと持っといた方がいいですね。ってことはまず私は、お金を貯めないといけないですね。1700円お金を貯め、あ、これ着用しとこう、これ着用しといて、これも解体しといて、そんな流れですね。空の水瓶できた、雪玉があるからいいと思いますね。スカルクラッシャーは近接ダメージを上げれる、ピーナッツはこれ材料だな多分、料理のピュアミネラルウォーターも一応今んとこまだあるので、でご飯はこれを一応肉定食食べとく。いやーこれよ、なんていうのかな、待ってたこのなんか余裕ない感じ、自分からなんか、うん、こう、うん、そう、わかります。あんまり余裕すぎてもね、やっぱね面白くないところあるじゃないですか。だからやっぱこのぐらいの感じがやっぱなんかヒリヒリしててちょうどいいんですっていうところが言いたいんです。でラバが全然上げてないのであんまりたくさん持てないという状況。あでも結構持てるか、いや色が薄いだけか。うーん、だからやっぱ最初はクエストでお金貯めるしかないかな。トレーダージェンの秘密のこれも取って、これもちょっと呼んでみましょうか。どこかな、秘密意外に近い、いやそんなに近くないな。あーこの前掘ったところと同じような場所か、ちょっと掘りますか。いや意外に遠かったですね。こっちまで来ました。目の前150m100m、 もうすぐ見えてきます。新しい道路見つけた。いやでもさ、お光さんの全力疾走がもう普通にナチュラルにいるもんね。これスタミナ持つかな。一応竹が切れるのは早いからそんなに心配する。ほら竹切れてるでしょ、なんかここだよ。よし、オッケー。とりあえず、掘っていこう、どんどん。これ、見つかったらアウトだからな。もう、ワンパンが本当に痛いから、ちょっと、ちょっとと見つけましょう。やべ、バレてる。あ、竹切れたな。竹切れた。竹切れてそうですね。ちょっとしゃがんでろ。いや、バレてるわ。バレてる。この子はちょっときついかな。やばい。見たことないけど、ちょっとスタミナ切れるわ。ちょっと待てよ。このゾンビと戦うときも、まずいか。いけるか。あ、ダメだ。ショットガン使おう。ショットガン使おう。ひるまない、ショットガンでもひるまない。ゾンビがやべ、警官ゾンビみんな集まってきた。これはまずいな。警官ゾンビまではまずい、さすがに。ちょっと弾もないし、一旦これ振り切った方がいい、戦わない方がいいねこれね。マジでゆっくり穴掘りもできねえわこれ。今一応竹切れてますこれ。いや、あー、おまわりさん近いな。すぐそこにおまわりさんいるけど、バレてない。あーバレてないね。よしよしよし、ちょっと掘り進めましょう。バレたわ、もう次おまわりさんにバレた。これゆっくり掘れないなマジで。来る？いや竹切れたな。いや飛ばしてる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 。竹入ってますね。一回おまわりさんこっちまで誘導しといて、で竹切ってからあの子も、いやーこれつらいなマジで。ちょっと一回走ろう、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 一回走って、穴掘りできないマジで。ちょっと待てよ、アイテム漁らせてもらいまして、竹切らしてもらいます。いやバレてる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 、ダメだこれ、穴掘りもできねえな。ちょっとこれはきついぜ。いやほら痛いもん痛いもん痛いもん。ちょっともう穴掘り一回ちょっと断念しよう、フリーアサリンしよう、フリーで探索しよう。もうこれ穴掘りできねえわ。いやちょっと待ってよ、これは辛すぎる。とりあえずスノーベリーだスノーベリー食べて心を落ち着かせてだよ。でなるべく敵と戦わずしてだよ、敵と戦わずして、こういう漁れそうな、ここ大丈夫かな、漁れそうなところを開く。いやここもそうだな、これ結構でかそうですね、ここの建物。なんとなく覚えてるような覚えてないような。いやお光さんいるでしょ。お光さんとは弾がない状態でまともに戦ったらアウトだから、その辺意識しつつ、これ入り口だ、なるべくなるべく浅いところを漁って、売れるものは売っていくっていうスタンスで行こう。そして音を出していく。ほらね、いるでしょ、いる、いや、いる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 、ちょっと無理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 。ホラゲーマジ痛い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 、ホラゲーマジでホラゲーマジでホラゲーなんだけど、後ろ振り向けない。それで郵便ポストは漁らせてもらって、怖えー、いいよこの痺れる感じ、ハラハラドキドキする、超怖い。今ちょっと背中ゾクゾクしたもん今、やば戻ってきた、もう辛い
辛いよ。あ、でも、スキル本を手に入れて、可愛いひよこも手に入ったんですけど、これなんかね、売れるもの、あ、もうスカルクラッシャーとか、瓶詰めはいるな。背に腹変えられない設定で力改造パーツつけることできないんで、私今頭にね、でこれも売っちゃおう。だからもう背に腹変えられないシリーズでどんどん売っていこう。鉄のバラクとかもさ、これ鉄のバラクは自分で掘ればいいわけだから、これ6000、ほら1200円、お、鉄のバラク売れるじゃん。え、ってことはこの石のバラクも開いて、これは、いや、石も売れる。あ、ちょっと待って、みんな、おい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 、フリー探索しなくても私解体レンチ手に入るかもしれない。おお、これは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 、え、持ち物持ち物、牛売ります。ギター 2483、 よっしゃー最適解見つけた。あ、これで私は、ちょっとちょ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 、どこに売ってた、どこに売ってた、どこに売ってた、レンチ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 、私は今しつこくレンチ1470買える、解体レンチ切った、これ、よっしゃーありがとう解体レンチ持っててよかった、マルク。これ最初のスタータークエストでさ、もらえたやつなんですよね。よっしゃー、いや、ありがてー、マジでこれはありがたい。これバルクをとっとと売ればよかったっていう話ですね。あー、でも1000円余裕があるな。ちょっとショットガンの弾売ってないから、弾も今のうちまだ作れないから、弾買えるならちょっと解体レンチ嬉しくて買ってすぐ戻っちゃいましたけど、弾売ってたら弾も欲しいな。ショットガンの弾、あー、さすがにショットガンの弾は買えるまでレベルはいってないか。あー、なんか種類がありますね。ショットガンシェルって、通常のショットガンの弾はこれ作業台で作れるんですけど、ショットガン用のシェルが、これも作れるんだよね。このなんか弾薬ボックスってことかな、箱から手に入るみたいな感じ。まあでもどっちにしろ通常のショットガンの弾もあるんで、これね、だからまずはやっぱ作業台だな。よし、じゃあ次は、解体レンチを手に入れたふさおくんは作業台を作るべく、必要なもの、じゃあ作業台の前にかまどか、これですね。まず炉と作業台を作っていく感じ。作業台を作るためには機械部品とダクトテープ、炉を作るためにもダクトテープで、ダクトテープを作るためにはグルーがあればこっちで作れるはずなんですけど、そのグルーは、汚水と骨があれば、あと水でもできるか、汚水骨水でダクトテープと、あと布があれば、ダクトテープは作ることができると。骨もあるし、カラビンと雪玉で確か汚水作れましたよね。粘着剤、一旦普通の水使ってこれも作っといて、汚水を雪玉で作る、カラビンがありますからね。でこれで水を飲めばどんどんカラビンができてくんで、カラビンで、汚水を作る。これが 1.0 とかアルファ21からかな、汚水を作ることができなくなっちゃったから、この機能はマジでありがたい。でこの状態でまた粘着剤をさらに増やしていくっていう状態で、飲んで汲んで飲んで汲んでやっていけばいいんですよね。で水がある限り、汚水がある限り、これで粘着剤は作っていけるようになると。でそしたら次は体でダクトテープを作る。はい、来ました、体でダクトテープが2個作れますね。ただ、必要なダクトテープが3、あ、もう1個ぐらいはいけるか、もう1個ぐらいはなんとか作れる。ダクトテープ、よっしゃー、ダクトテープ3つ目よかったこう見えても私長いんでね、セブンデイズ生活。これとあとは追跡しとこうか。川と丸太と玉石、玉石ある。丸太は作れるから木で作る。これ川開いてバルクで開きます。で川はもう、あー、川が微妙に足りない。あー、ソファーぶったたいて川作んなきゃいけないのか。あー、川ですね。あとは問題はこれ丸太は作れますから、これね、木があれば丸太は1本作れますってことはだよ。川レクトンとか売ってないかな。19時37分、まだいける。川、いや普通に近所回った方が早いかもしれないんですけど、今回るともう一発でやられるかもしれないじゃないですか。一回も私は今回の動画で死にたくないんでやられずになんとかならないから。あ、見て、普通の包帯がめちゃくちゃ安い、15円で買えるわ。あー、包帯、あ、これただの包帯か。本当に体力回復しないわ。出血を止めるだけの包帯ね。あ、まあ夜になっちゃいますね。夜の前にはなんとか川手に入れて炉まで作りたかったんですけど、ちょっとこれ夜になったら、夜になったら怖いな。玉石ブロック、あ、最初から玉石ブロック作れるんだね。あー、オッケー。玉石ブロックあんまり減らさない、いや減るな、十分減るわ。10個ぐらい、
10個ぐらい玉石ブロック、見た目が全然玉石ブロックじゃないんだけど、これ玉石ブロックになってるのかな、設置、あ、玉石ブロックになってるわ。これで設置して、この最初の掘ったて小屋をこれな、フルボッコされたらどうしよう、いける、これ耐えれるかな。あ、できました、できました、この拠点、この極小拠点だけど、これやっていけるかな。あー、でも壁のマス分必要か、壁のマス分は必要なんで。ということで、夜になってゾンビが全力疾走できそうだったので、とりあえずね、形だけでも家は作りました。どうですか、今回はね、ちょっと窓と扉も作りましたから、さてさて、ここでちょっとゆっくりくつろぎましょうかね。他も空いてきてるなこれ。あー、キャットフードはいけますね、下痢にならなくても済むから。とりあえずキャットフードを盛り食いしてですよ、食糧難も発生しちゃってるもんな。よし、この状態で、あと皮4枚、今6枚ありますから、皮4枚をなんとかこの近くの町でね、集め切りたいと思います。いや違うわ、車壊せば出るんじゃなかったっけな。一応しゃがんで音だけ消して、皮って車のシートからも確か出たと思うんですけど、まあ、ついでに車ぶっ壊しまくって、機械部品とかも必要じゃないですか。でこれ売れるから、解体レンチさえできれば。そうなのよ、前半初日2日目はね、解体レンチが命なんで、解体レンチだけ取れて車を解体すれば売れるんだよね、いろいろね。よしよし、じゃあとりあえず漁ると危ないから、一旦ちょっと車解体し、いるね、走ってるね。こっちの町の方に行かない方がいいか、反対側の方に行っても車確かあったんで、反対側行って車集め、車、いやゾンビもめっちゃ追いかけてきますね夜は。これダメだな、マジでこれふわついて、そこら辺散歩することもできないですわ。ちょっと厳しい厳しい、ちょっと皮を4枚集めるだけないのにさ、あと4枚だよ、拠点に6枚やりましたもんね、4枚。うーわマジか、考えろふさお、慎重に行動しろ。まずは軍事トラック、こういう系は食べ物が出る、出ないそして出ない、いやまだ追いかけてくるやん、いやあのいつを、マジか、めちゃくちゃしつこいやんこの人。そうだよ、完全に視界から消えてもダメ、足音出さずに、これスニークゲーになりそうです。前半消えたらどう、あ、視界かな、視界でなんかあれっぽいですね、来てる、そろりそろりと開く、いや寝てるな、中にいっぱい、そこにもお光さんいて、力回って、これどっから入るんだこれ、わかるか、会場済み、うわやばそう絶対ここ、あでかいなこの家、でかい椅子、革の椅子が1個あればいいんですよ。これ降りたら出れなくなるやつで、ちょっともうブロックとかあんま置きたくない派なんですけど、これも置いてないとやってらんねえなこれ。だからちょっと待てよ、通常のブロック積んでだ、なんとかしないと、これもう死の後の言ってられないですねマジで。こっから私は革の椅子を手に入れたいだけの善良な市民なんですね。そう、なんかない、革製品、これポリマーだもんね。いや寝てるな、寝てる寝てる寝てるわ、後ろ大丈夫、奇襲ダメージボーナス、ダメ奇襲ダメージボーナス、全然ボーナスじゃない、畳み込め、なんとか、スタミナ、スタミナがない、まずい、スタミナない、オープンで、しゃがむ、オッケー、ちょっと待ってごめん、ちょっと待って、この辺あされる、カバーないかな、カバー、カバー、カバー製品、カバー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 、ここ回される、扉閉めてこ、でもここで袋小路になっちゃうんだよな、ここで後ろを扉閉めたとて、いやないよね、え、な、ないよね、カバー、あーで持ちすぎて、ちょっと待って、腑に食いらない、ちょっと、負荷4、とりあえず次行きましょう、これなんかカラーです、いる、あーそこいっぱい来るパターンか、そのと目の前の扉と、あと右側と、これ来るんじゃない、開ける、いる、うわそこにいるわ、いやー、いやー、ないな、被爆したダーリン、ちょっと、で、そこを左、スタンバイボックスだよね、絶対それ、スタンバイボックスで、ショットガンの弾がなくて、数が、で、私はでも、革が欲しいから、ここをスッと調べてみます、革手に入りません、起きますよね、いや、だよね、いた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 まずい、あ、この椅子はキャンプ椅子は布か、あーきつ、革の椅子手に入れたいだけなのにな、
私の見間違いだったら言ってもらいたいんですけど、めちゃくちゃでかいスパイダー目の前にいません？ねえ、あれほら見えます？あの最初なんかの動物かなって思ったんです。よく見たらめっちゃでかいスパイダーじゃん、もうあのサイズは初めて見た。怖っ。クマかなんかかなと思ったんですけど、ゾンクマかなと思ったら、いや違う、動きがおかしいと思ったらでかいスパイダーだ。これちょっと夜はマジで危険だな。家に帰れません自宅警備がやばい。あれしかも私タゲられてません？大丈夫？しかもこれアイテム持ちすぎて今あんま走れないんですよ。スピード出せないから徒歩が、これちょっと絶望的で、これ負荷やばいな。アイテム負荷がきついから、もうちょっと捨てれるもの捨てよう。マジで家帰れないわ。家の周り完全包囲されてるんですよ、ゾンビたちに。で私はアイテムをね預けて、この辺の細かいやつ探索行きたいんだけど、マジ探索行けないわ。これ動物探すとかそんなレベルっすよ。チャレンジとかで動物チェック入れたら動物探しとか始まらなかったかな。とりあえずアイテム預けれるやつだけ預けていこう。預けといて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 、体を軽くしたいだけ。私は体を軽くして、体を軽くして体を軽くして、あとは叩かれても大丈夫なようにしといて、パンとお水も預けといて、でこのベルトも預けよう。で持てるものは持っといて、オッケー、これで一旦退散。こっちで竹もらい返して逃げる。よし、で町の方行くと。家に帰ってきたんですけど、革集めたんです。椅子一脚手に入れて、革の椅子だけど、もう家の周りがもうゾンビがめっちゃいて、もう一歩も外に出ない感じになって超怖え。ほら玄関の向こうにいるんですよ。で足スタミナがこっちはないから、これ負けるんですよね。でも一応叩いてはいないね、叩かれてはいないから、このままここでじっとしておけばとりあえず大丈夫そうなんですけど、はい、ということで皮ゲットしてきて、いろいろですね探索もちょっとフリーでやったらですね、この辺、カーボンソーイングキット、おー、なんかレシピを解放する系か。これも読んどきましょうか。これは改造パーツ、トレーダーに売却して現金に変えることもできる。あ、軍用品質のコルト M1911 のサイレンサー、はあ、なんかいろいろこの辺をこの辺で手に入れてますね。ちょっと待てよ、なんかもう来てんな。あれなんか叩かれてるな、これ。ちょっと待って、今一旦、アイテム系、重要そうなアイテム系は一旦預けさせてもらいまして、もうめちゃめちゃカオスやん、ここの世界も。どうしたらいいのこれ、ちょっと修理できる、これ修理しようね。壊されてる最中に修理してめっちゃいんな。ちょっとこっから一回離れた方がいい、拠点が壊される。いやもうなんかさ、なんで別にヒート値上げてないじゃん私、なんでその全力疾走で追いかけてくるの夜、何も言わなくても。ちょっとどうする、これマラソン始まりますよこれ夜は。生き残ることすらできない、これ。一晩明かすことも無理なんじゃないか。とりあえず一旦ここで下がって、よし、私は違う、この状況の中でかまどを作りたいんですよ炉を作りたいの、追跡で。やっとね、違うこれじゃない、これだ、炉を作りたいんですよね。この状況の中でも私は頑張って炉を作ってみせます。せっかく集めたからね。革と、ダクトテープと鉄パイプで、丸太と残りの革をこっちに入れて、オッケー、クラフトしましょう。このビビりながらも、でできるだけ拠点は強化しておきたいのも山々川川谷谷なので、玉石ブロックが99、玉と砂と石とこれがあって、玉石ブロックも作っといてだよ。できるだけ強化をかけていって、ドアの扉ってもう一個上のレベル作れませんでしたっけ。鉄製ハッチ、鉄製ドア、連鉄が10ある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 、これも追跡しといて、連鉄10あるある、スチール連鉄10、なんかたけられたな。いやまた待って、さっきでも静かにしてたじゃん。で鉄製ドアを今のうちにこれクラフトで作っといて、炉が完成いたしました、ありがとうございます。これで玉石ができて、ちょっとここ修理するための木がなくて、木はいっぱいあるから、ここで修理しつつ、壊されつつ、もうちょっと怖いな、ちょっと、あ、これで1段階上げとけばいいのか。で玉石でこの辺も漏れなく強化しといて、ゾンビが目の前で叩かれてるんですけど、とりあえず夜を過ごさなくちゃいけない私はね。これをここ
叩かれそうなところとりあえず一旦一周強化しとけば問題ないと思いますから、まずは早く夜になってくれ。あ、だんだん日が昇ってきましたね。2時54分、過ごせ、頑張って生き抜くんだこの狂気の世界を。よし、これで OK で扉完成したんじゃない。扉を付け替えた。いや、まだ1分もかかんの。まだで、この片っこはいいから、とりあえず安心して眠りたい。え、安心して安心して眠りたいだけなの私は。でちょっとここ飛び飛びですけど、これも致し方なしで、建築ブロックで木材もこれも作っといてですよ。ちょっと一回スタミナ回復して、これでやらないと、ちょっと絶対これ開けてスタミナ回復して殴って、はい、開ける、殴る、もう一発殴る、もう一発殴る、オッケー。あぶんだ、あぶんだ、もういやもうつらっ早く朝にならない、せめて朝になれば走って逃げれるから。あー、まだ3時か、急ぐ急ぐ急ぐ。で、扉を、鉄の扉作ったんで、久々だな、久々、マジで久々です。あ、これ壊さないとダメなの。あ、違う、そのまま強化できたか。これ強化して、で、このまま次の扉を持ってれば鉄扉に、あ、強化できたもうさ、セブンデイズのバニラでさ、あの鉄の扉にすることすらなかったんですけど、ここに来て鉄の扉にして今喜びを感じてますから私。ちょっと落ち着くわ、これ夜さ何もしてなくても攻めてくるもん。お待たせいたしました、作業台もついに完成した。長かったここまで来るのもう夜がほんと鬼畜すぎるんすわこれ。でだ、これで玉が作れる。あー、できます、30発作れるようになった。あー、これでようやく出かけることができます。ありがとうございます。